皆さん、こんにちは。ネットビジネスアナリスト、横田修林です。えー、今日はですね、ちょっと面白いニュースが入ってきましたので、えー、まずはちょっとそちらの方をご覧いただきたいと思います。 はい、日本郵政グループとイオンが専用タブレットを活用した買い物支援サービス提供の共同検討開始ということで出ているんですが、簡単に言うとどういうことかというとですね、日本郵政グループ、いわゆる郵便局ですね、郵便局は高齢者のサポートを目指していると、やっぱりですね、郵便局というのは あの、年金のですね、受け取りに指定されている人が多かったりとか、ま、あの、昔からね、あの、田舎の方でも根付いている場所であるので、高齢者との接点が大きいわけですね。で、ここの郵便局と、ま、イオンさんが組むことによって、買い物支援。最近ではね、郵便局が、あの、高齢者向けにというかですね、格安スマホ、 ごめんなさい郵便局、郵便局もそうですけど、郵便局もイオンも格安スマホというものの販売を開始していますが、そこに今度、タブレット、専用タブレットを使って買い物支援をすると、イオンさんとしては、えーあの、若者の方はね、割と車とかで行きやすいんですけど、年配の方はなかなかね、難しいということもあるので、そのへんをです、ね、郵便局とコラボすることによってできないかなということで、このようなニュースが出ていました。 で今日はですね、それをですね、リピートする仕組みという視点でお話をしたいと思うんですが、え実は私が出しているリピートする仕組み100事例の中の、えー、一つのパターンに一貫型の中にあるものなんですけど、えー、それはルーチンワークの代行というものなんですね、まあ。ルーチンワークって何かっていうとですね、あの、人がめんどくさいと思っていることとか、えー、これを代行してあげるとリピートするというものなんですね。 つまり人々は、えぇ、めんどくさいことがね、え誰かに任して、え快楽、快適になるとですね、やっぱ楽ちんですよね。なので、えこの一回ですね、この代行してしまうと元に戻せないと。あとめんどくさいことを自分でやりたくないというのがあって、なのでリピートするためには、こういうめんどくさい部分をいかにね、え企業側がするかということが、まポイントなんですけど、まあその一つとしてここにある今回の買い物支援サービスっていうのは、そういう視点で考えると、イオンさんは、 この仕組みがもしお年寄りに受け入れられれば、リピートしてずっとですね簡単に買い物ができるということになるということで、このようなことを考えているわけですね。いということで、皆さんもお客様の面倒くさいことを代行できないか、代行するっていうのはサービスでする必要はなくて、お金をもらっても結構なんですね。何かできないかなと、それがリピートする仕組みになるということで、今日は学んでいただきたいなと思います。 ネットビスアナリスト、横田修林でした。ありがとうございました。バイバイ。